集中しないといけないですか、喋りかけたらダメですか。いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか。はい。喋れなくなっちゃいますかね。そうですね。こちらは、以前書いた作品に少し影を足してる作業を今やってます。ああ、影を足す作業ですね。そうですね。逆に黒い生地なんで、はい、白いところを作っていくっていう、まあ、普通に考えたら逆の書き方なんですけど。光を作っていくっていうんですか。白を足していくんですか。そうですね。白色は、これは何を使ってるんですか。あ、白というか、もうこちらは漂白剤だけです。あ、ここじゃ漂白剤だけで。はい。で、こちらは綿の生地を使ってまして。はい。で、こちらは、寝るっていう生地を使ってます。あの、寝るシャツとかの生地で。ああ、でも、一緒には見えますね。まあでも、こういうところの、なんていうんですかね、ぼかし、にじみ方がやっぱ違いますよね。こっちに比べて。やっぱ違いますね。はい。こちらの方がなんかピントは合わないんですけど、絵的になんかはっきりした感じじゃないけど。ピントは、合わなくなるんですか。まあ綺麗にこう線がパリッと出る感じではないんですよね。ああ、じゃあ、それなりにそれでデザインを考えていく、ね。そうですね。こっちは対になってまして、竜のこう体が水の中に入っていくっていう。あ、じゃあ対になってるんですね。はい。なのでこの水の中のモワーンとした感じを表現したくて、はい、この寝る生地にした感じですね。ちょっとぼやんとした、結構寝るの方がき抜けが早いので。抜けが早いっていうと、その漂白剤のですか。そうですね。結構注意してやらないと一気に面白くなっちゃう。あ、一気に白くなっちゃう。うん、もう白くなっちゃうとそこから先はもう引き返すことができないので。垂らす量というか、つける量にも気をつけないといけないんですね。そうですね。はい。その濃度と、あと筆のこの肉厚っていうんですかね、力強い力で抜け感が変わってくるっていう。まあ、この作業を何度もやりながら徐々に仕上がっていく感じです。先生、竜を描くときに、はい、なんていうんですかね、一番難しい箇所っていうかですよ、場所っていうか、どういった形なんですか。なんすかね、やっぱ表情とかじゃないですかね。やっぱ表情って正直空想ですもんね。はい。よっしゃ、角度変えましょう。こっちを書いてる。先生、そちらも影をつけてるっていう作業ですか。そうですね。光を足していく。ここら辺の光ってる部分は漂白剤を垂らして、はい、あえてにじみで作った光なんです。後ろまで浸透してるんで、こんな感じで光って見える。これが手前だけだとこういう感じにかすれた感じの光
光り方なんですけど。先生、ちなみにこれは何をこうイメージされて入ってるんですか？これは観音様ですね。観音様。はい、龍に乗った気流観音。とハスの花。でこちらも寝る生地なので、はい、ちょっとふわっとした光り方をします。あの漂白がやってみてですよ、はい、なんか難しいところっていうのはどういったところになるんですか？そうですね、まあ、やっぱ下書きでしょうかね。僕は下書きしないので、はい、割と早かったんですけど、はい、入りというんですかね、はい、馴染むのが。普通はやっぱり下書きするから難しくなるってことなんですかね。でしょうね。あ、そうなんですか。はい。あとやっぱり生地の特性を知らないと、あ抜けがやっぱ悪かったりとか、その滲んだりとか。はい。その見分けが結構難しかったですね。漂白画の良さってじゃあ何になります？漂白画は、まあ、モノトーンの世界なんですけど、はい、まあ、一色というんですかね。だけど結構広がった風に見えるっていうか、うん、無限な。そっか、これ一色になるんですか？そうなんですよ。一色だけどすごいなんかね、カラフルなやつに負けないぐらいの。はい。一色でその表現していくっていうところなんですね。そうですね。